マリー・トランティニャンはフランスの女優である。マリー・トランティニャンの墓パリ郊外のブローニュイコール・ビアンクール生まれ。父は俳優のジャンルイ・トランティニャン、母は映画監督のナディーヌ・トランティニャン。4歳の頃に母親の作品に出演し、映画デビューした。子役時代を経験しているものの、学業などの理由でブランク期間があり。 本格的な女優活動は10代の半ばから始めた。学生の頃は演劇家で学びながら女優の仕事をこなしていた。卒業後は映画、舞台、テレビのミニシリーズで活躍した。セザール賞に5度ノミネートされている。2003年、リトアニア滞在中に当時のボーイフレンドであったフランスのロックミュージシャン、ベルトラン・カンタと口論になり、 殴打された上で倒れたまま放置され、搬送されたヌイーシュルセーヌの病院で脳不腫により死亡した。カトリーヌとヌーブラが散列した葬儀の後、ペール・ラシェーズ墓地に埋葬された。遺作は、コメディ映画、歌え。ジャニース・ジョプジンのように。カンタはリトアニア地方裁判所により、過失致死罪で2004年3月29日に、懲役8年の刑を受けたが、2007年に、 仮出所した。この決定に対しては、母ナディーヌ・トランティニャンやフランスのフェミニストたちから反発の声が上がった。他の女優があまりやりたがらない役を好んで演じる傾向があり、特にエキセントリックな女性のキャラクターが得意であった。役と同一視されて、色眼鏡で見られても、本人は全く気にはしなかった。あくまで役は、役、自分は、 自分と本人的には切り離しているところもあり、元の自分と役柄のギャップで女優という職業を楽しんでいた。しかし、巡り合ったが、運の月は一度出演を断っており、共演者のジャンロシュホールに説得され本ニした。小学生の時に両親が離婚しており、思春期にはアラン・コルノーが義父になったこともあった。自身も結婚と離婚を繰り返したが、離婚してからも、 全夫たちとの関係も、友好で本当の兄弟のようになっていった。歌え。ジャニス・ジョプリンのようにでは、最後の夫サミュエル・ベンシェトリが監督し、最初の夫フランソーはクルゼと共演している。父親の異なる4人の息子を産んでおり、長男のロマンと4男のジュールは、俳優となり、次男のポールは作家を目指している。ロマン・コリンカ父親は、 ミュージシャンのリシャール・コリン・カッポール・クリュゼ父親は、俳優のフランソワ・クリュゼ・レオン・オトナン・ジラール父親は、マティアス・オトナン・ジラール・ジュール・ベンシェトリ父親は、俳優で、監督のサミュエル・ベンシェトリ。ありがとうございます。